こんばんは、和田貴代です。2022年もあと残すところ少なくなってきました。破壊と再生の年と言われる豪土星の年なんですけれども、今日は四緑木星さんが残りの、10月、11月、12月、そしてまた1月をどのように過ごすと、運気がアップしていくことができるかということを簡単にアドバイスをしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では四緑木星さんは今年は、自分のホームグラウンドにいらっしゃるんですけれども、去年始めたことを今年改めて発展させていくということにとても向いている年なんですよね。ですので、昨年どんなことをしていたのかよく思い出していただいて、それを継続し発展させるっていうことをやってみていただきたいと思います。何か、新しい資格を取ろうと思って勉強を始めた、去年はうまくいかなかった、だからやめようじゃなくて、できればそれを継続して発展をさせるっていう意味で、今年は改めて去年取り組んだ資格試験もう一度チャレンジしてみてください。例えば去年とても素敵な人がいて、その人にアプローチしようかどうしようかって悩んだけど、やっぱりちょっと難しいなと思って諦めたかもしれません。今年またそれを思い出していただいて、その方とねちょっとお近づきになるとか、少しそれを発展させてみるっていうことを再チャレンジしてみていただきたいと思います。今までの流れを発展させるっていうことがとてもキーポイントになるので、新しいことを今年始めるというのではなくて、継続するということをしっかりと頭に置いておいていただきたいと思います。そして今年は信頼を蓄積するということにもとても良い年になっています。ですから人とのコミュニケーションの中で、その人と今後どういうね関係性を築いていきたいかということを考えて、相手との関係性を深め、そして相手に信頼を蓄積していくっていうことをイメージしておいていただきたいと思います。人とのつながりというのは継続というのがとても重要になります。ちょっとした短気を起こしてそれを、もうなくしてしまうというのはとてももったいないことですから、ぜひ継続し発展させ、信頼を貯金をしていくということを心がけてみていただきたいと思います。そして今年は恋愛にもとても良い年になっています。もしお付き合いしている人がいてなかなか前に進まない、四緑木星さんは物事を決断するのが苦手なので結婚になかなか踏み切れない、あるいは友達なんだけれどもちょっと、ステップアップして恋人になりたいとかっていう時に、思っていることを口に出すのがすごく、はばかられるっていうことがあるかもしれません。でも今年はね、ぜひ、恋愛を深めていくのには良い年になってますから、思い切って友達から恋人にステップアップするだとか、あるいは恋人から結婚をするっていうふうに、ステップアップをしていただきたいと思います。今年ね、始まった恋だったり結婚するということは、後々その、いい信頼を築いたまま継続することができやすくなりますから、今年はチャンスだと思ってぜひ思い越しを上げてみていただきたいと思います。そして今コロナ禍で、皆さん大変な中でいらっしゃると思うんですけれども、四緑木星さんは気管支系を、少し今年はケアが必要な年になってくるので、ぜひうがい手洗いはしっかりとなさっていただくことをお伝えしたいと思います。怖がるっていうことではなく、自分でしっかりとケアすることで未然に防いでいきましょうというお話ですので、しっかりとうがい手洗い継続してみてください。では、この残りの2022年も、皆さんにとってとても良い年になっていくように、
今日の簡単なアドバイスでありますが役立てていただければと思います。では次回は大土星さんのお話をしたいと思います。またぜひご覧ください。さようなら。